ます、はい、打ち明けるビンタロウさん、マリさん、こんにちは。こんにちは。初めてメールします。お横浜に住んでるうちなんちゅみーちゃんです。みーちゃん、ありがとう。ありがとう。みーちゃん、ありがとうね。ありがとう。去年の今頃、上京してすぐにお世話になった方が結婚しました。 お祝いを兼ねて再会を楽しんでいたところ、私の結婚予定を尋ねてきたのです。当時会社を辞め学生に戻り、国家試験勉強に励んでいたため、結婚は私にとって遠い話でした。はい。いい人がいたら紹介してねと冗談半分で返事をしたところ、友人はノリノリで候補者3名挙げてくれたのです。3人も。そのうちの一人、 S さんとします。はい。話を聞いてる私の姉に会うかもしれないと、自分のことでなく姉に紹介したいと思い、私、姉、友人、 S さんの4名で後日ズームをすることに。今ズームなんだ、お見合いも。すごいね。面白いね。ルンルンで帰宅し、そのことを姉に伝えると、なんと S さんとすでに知り合いでした。へえ。しかし姉自身は S さんに特に興味がないとのことで、姉は不参加。3名でズームをすることに。申し訳ない気持ちで参加をし、初めましての挨拶の後、すぐに姉に紹介するつもりがすみませんと謝罪した私、すると S さんは、ん？クエスチョンの顔。そうなんです、友人はただ紹介したい人がいるとしか S さんに伝えておらず、姉の情報は届いていなかったんです。ああ、なるほどね。やらかしたと思いましたが、素直に打ち明けた私に、素直な子だなと興味を持ってくれた S さん、はい、気づけばその2ヶ月後に交際を申し込まれ、この秋、ごめん、どっから声出せるの。こんなに驚く必要ある。しかもまだ言ってないの。まだ言ってない。恥ずかしい。そうだ、恥ずかしい。そうだね、何も言ってない。まだ言ってない。あ、もうちょっと待って、ダメ、リマインド、はい、はい、リマインドです、はい。気づけば、その2ヶ月後に交際を申し込まれ、この秋、はい、S さんと結婚することになりました。へぇ。今だったね、そうだったね。すごいね、こんな、やっぱご縁ってあるんだね。ほんとね。もともと繋がってたのこっちだったんだ。不思議だね。素直に打ち明けたことで、はい、人生のパートナーと出会うことができ、今では本当に良かったな。そして姉よ、あの時 S さんに興味を持ってくれなくてありがとうと思っています。お姉様とすでに繋がってたってのがまた不思議なんだけどね。えだってさ、ご本人はキクちゃん、みーちゃん、あ、みーちゃん、ごめん、みーちゃんは合ってた、ちゃんは、みーちゃんは、みーちゃんは、いや、ほんとダメダメね。まあいいやいや、彼ちょっと許してもらうとして、みーちゃんは県外、横浜にいるんでしょ、お姉様は沖縄。ああ、そうかもね。でしょ。で、その彼はどこに行って、紹介してくれたお友達どこにいるのって僕今ちょっとやっぱすごい。あ、そうね、ズームだもんね。もしかしたらすごいなんか遠隔のご縁かもしれないなと思ったの。だってこの、じゃあみーちゃんがお姉さんに紹介したいって思わなかったら S さんと会おうってもなってないはずだもんね。なってないよね。うん。わお。で、上京してなかったら、で、お姉さんも S さんとすでに知ってるから、自分は恋愛対象としては見れないからってことで参加してるもんね。ね。やっぱ全部意味があるんだ。面白い。で、そんな泣いちゃう S さんも、はい、まあ、旦那さんね、はいはい、今では一緒にミュージックシャープラスプラスを楽しく聴いています。あ、そう。あ、じゃあ S さんは県外にいらっしゃるんだ。じゃあ今一緒に横浜にいるのかな。交際が始まったってことは。そうだよね。うん、へえ、面白い。秋ってもうすぐさ、もう秋、もう秋だよ。内地の秋は早い。そうだよ、もうお盆終わったらすぐお正月だからね。これからもニータロさん、マリさん、素敵なお二人の声と楽しい話題に元気をもらい、笑顔あふれる家庭を築いていきたいって。あ、ラジオネームもつけていただきたいって。もう決まってる、僕は。アンカーで。アンカー、うん、はい、OK です。それでは参りましょう、せーの、鳴り響くキクちゃん。そっちか。鳴り響く、あ、別のだった。鳴り響くキクちゃん、やっぱりキクちゃんだったね。だよ、リントロさん間違ってたかった。間違ってない、僕ちょっとね、先見の明がある。そうだね、そうだね。キクちゃんに慣れてくしてたね。そうですね。